こんにちは。こんにちは。今日はミスターゲオファイナリスト、ナンバー3の藤本ゆうたろうさんにインタビューします。お願いします。お名前は？藤本ゆうたろうです。学部、学科、学年は？4年経済学部。今何してましたか？今座ってましたね。趣味は何ですか？趣味はサッカー、銭湯、チェロ、英語。多趣味ですね。オンライン派、オフライン派？断然オフラインですね。お酒は飲みますか？お酒大好きです。コーヒーはブラックか甘めか？コーヒーはブラックよりの甘めです。勉強は家派、カフェ派？家派よりのカフェ派です。今一番欲しいものは？テレビ、リモコン、エアコン。この夏の思い出を教えて。この夏は引っ越しました。友達とシェアハウス。いいですね。告白はする派、待つ派？断然する派ですね。理想のデートプランは？理想のデートプラン、仲良くなった段階でやるゴロゴロのやつ、ゆっくりなやつ。いいですね。今楽しみなことは？今楽しみなこと、満たさい。最近あった嫌なことは？さっき来るときに自転車でちょっとした事故起きました。はい。料理はしますか？料理しないですね。しない中でも最近作ったものは何かありますか？カップ麺だな。カップ麺ですね。作ってもらいたいものは？肉じゃがですね。今何食べたいですか？今肉じゃがですね。今質問何個目でしょう？今38、80万。19個目です。特殊能力があったら何をする？腕を伸ばせるようにしたい。生まれ変わるなら？ルフィ。直したい癖は？直したい癖、なんか死体を描くこと。必ず持ち歩くものは？歯ブラシ。人生を一言で表すと？困難との戦いと挑戦とリカバリー。小さい頃の夢は？電車の車掌さん。今の夢は？世界で活躍する俳優。ミスター K を一言で表すなら？すごい爽やかな一言。他のファイナリストを一言で表現して。爽やかじゃない人。慶応のいいところは？意識高めの人が多い。憧れの人は？柳瀬さん。その人が今目の前に現れたら？アパマン、お疲れ様です。インタビューが終わったら何をしますか？帰宅。最後に応援してくれてるファンに一言。皆さんいつも応援ありがとうございます。あと少しですけど頑張りますのでよろしくお願いします。